今日のリアル貧乏焼酎はですね、まず梅干しですよね。で、まあ、お湯をここに注ぎます。はい。お湯注いで、ぐちゃぐちゃに。そしたら、ここにですね、これ、前も言いましたけど、味の素おにぎりってね、美味しかったですよね。もうこれ、お酒にも味の素、結構入れてみましょうか。中途半端は私好きじゃないんで、これぐらいいってみましょうか。これ結局、そういうことなんじゃないかなと思って。結局、こういうことなんじゃないかなともう思っちゃって、ここにこの焼酎、このカノーカ、ね。麦と焼酎、コールの混合なんてね、これがどういう化学反応を生むかってことなんですけど、もうこういうことなんじゃないかな、もう。で、ちょっと飲んでみます。マッジーマッジーこれなんだろう、これ。てか、しょっぱさとなんか、もう、なんだったら生臭さすらする。マッジー。でも、もったいないんでね、飲みます、吐きそうになりながら。おはようございます、ソーキーです。結構もう明るくなっちゃいましたね。もっと早起きしなきゃいけなくなってきちゃうな、これ。夏になるとね、3時半起きとか当たり前になってきますんで何時に寝てんだっていう話なんですけども、子供もちょっとそれはまだ早すぎじゃないっていう時間に一緒に寝るんですけども、最近風がもう爆風でございまして、爆風の合間を縫って今朝はちょっと弱まってるということでね、やっぱ風が爆風だと波も結構荒かったりしますんで、サイズが上がってたりしますので、まあ、気をつけながらですね、自分には家族がいるんだぞということをですね、思い浮かべながらですね、波浪警報出てるけど大丈夫とかね言われたんですけど、波浪警報なんていつも出てるよって、子供にもね、波浪警報って何って言われたんで、波が大きくなってくるんで、どうぞサーファーの皆さんどうぞお楽しみくださいっていうね、どうぞ明日はお楽しみくださいっていう、そういう予報だよって教えたんですけどもね、まあでも気をつけなきゃいけないですね、波浪警報ね。海水浴客の方やね、釣り人なんかはですね、本当に頼らない方がいいかなとは思いますね。私釣りに行くときもね、必ずサーフボードを積んでいきますんで、そうすると何かあったときもね、こう例えば子供がどっか流されちゃったとかってことですね、サーフボードがあればなんとかなりますからね。では行ってきてみましょう。ふざけてたら波がよく見えないんでね、ちゃんと見ましょう。結構アウトで割れてるぞ。あー、胸肩ぐらいありそうだな、アウトは。でもちょっと続かない感じか、アウトは。いや、これ乗れるな、アウト。今日もスーパーアウトの日かな。あのテトラのね、裏から割れてるんですよね。あれはサイズはそんなにないですけど、それでもだらっと割れてきてますよね、ずっとインサイドローまでね。頭ぐらいのやつが割れてますね。まあ今日も一本ぐらいね、いいの乗ればいいかなぐらいの感じで入りますね。なんちゃって結局20本30本乗っちゃうんですけどね、参っちゃうな。
いらっしゃい。行きます。乗れないかもしれない。やっぱり波乗り夫婦のファンなんですね。私じゃないですね、やっぱり。はい、やってきましたね。新しいソフテックがね、覚醒してますね。なんか私ね、あの古いねソフトボード乗ってるのがなんかかっこいいとか思っちゃってて、もうごめんなさい、なんか重い方がいいとか、なんか水吸って重い方が降りてなんかいいとかね、なんか折れてる、なんかちょっと中で少し折れてるぐらいがなんかこうしなりがあっていいとか、なんかちょっとかっこつけてましたけど、新品のソフトボード最高ですね。サーフィンがもう完全に覚醒しちゃってます。まあよく動く、まあうねりで進む。いいことない。もう帰ってね、あのすぐ立てかけてね、水抜きしようかなと思いますね。はい、こんなに動くんだ。ブラジルのね、貧乏なこのサッカー少年たちがなんか路面の悪いところでなんかもうサッカーボールも買えないから、テニスボールとかで路面の悪いところでサッカーしてたら、したらめっちゃ上手くなって、ああいうなんかロナウジーニョとかああいうのが生まれるみたいな、そんな感じですね。もうね、やっぱり軽い方がね動かしやすいですよね、それは明らかにね。今まで重いの動かしてたからね、あとなんかふにゃふにゃしないから刺さる心配も少ないっていうか、なんかやっぱり前の板はなんかもう重みもあってふにゃ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 中で折れてるからふにゃふにゃしちゃって刺さる心配をすごくしてて、すごく後ろ荷重後ろ荷重で、だからなんかもう変だったんですよね。今日はもう全然刺さる気ゼロだったもんね。ただ軽い分スープに弾かれそうにはなるんだけど、そんなのは気をつけりゃいい話ですからね。覚醒してます。あー楽しかった、よかった。これからはね、もうソフトボードをできれば年に1回ぐらい買い替えようかなと。まあ、クラウドファンディングとかなんかしちゃって、あーでもこれやると大体の人が炎上してんだよな。まあちょっとね、買い替えたりとか、あの重さを見たりとか、あの水抜きしたりとかしながらね、大体朝一サーフィン行くんで、朝サーフィンしてそのまま仕事行くってなったら、そんな水抜きなんか、あの会社の駐車場でサーフボード立てかけて水抜きやっちゃう、それそれもいいか、もうやっちゃおっか、そこまで。またね、見てくれた方はね、高評価の方とチャンネル登録の方よろしくお願いします。レッツソフティー。